の中、係が離れました。スタートしました。遅れたのは9番鈴鹿コーズライン最高峰です。まずは13番ランチンノン好ダッシュ、しかし8番ゼンドサーベイヤー、内から接近6番立山、4番ウィンオスカー、1番名称和太鼓、先行争い激しくなっています。あとは10番ジューヌエコール、前から6投目、内からは5番オーケンビリーブが行っています。1馬身後方7番ラブバレット、ここまで大きな集団800を切っています。あとは2馬身後方単独追走は11番ヤマニンアンプリメ、4馬身5馬身後ろ3番ベンジェンス、あとは2馬身差2番日東スバルが行っています。6馬身7馬身後ろ9番スーカコーズラインが行って600を切りました。最後方開いて12番大勢エクレール、まもなく4コーナーのカーブ、まだ前は固まっていますが、1番名称和太鼓、4番ウィンオスカー、8番ゼンドサーベイヤー、広がって第4コーナーカーブ、その背後につけている4番手は10番ジューヌエコールです。内からは5番オーケンビリーブ直線コースへ、前は今度は外から10番ジューヌエコール先頭に変わるか、食い下がっている1番名称和太鼓、馬群の中から11番ヤマニンアンプリメ、あとは間からは5番オーケンビリーブ、外から接近7番ラブバレット、3番ベンジェンスも接近するが、前は入れ替わった、11番ヤマニンアンプリメ先頭合理。ゲートインが終わりました。スタートしました。まずは好ダッシュ14番シャインビットゥが切っています。体半分1馬身リードを取ろうとしますが、内から10番南鎮丼迫って、あとは5番広重ゴールド、前3頭横一線です。3馬身後方前から4頭目、2番名称和太鼓が行って、あとは11番ジューヌエコール、内は1番立山が行っています。あとは2馬身遅れて外13番オールドベイリー、馬群の中に6番アドマイヤゴット、3コーナーカーブ、あとは4番ホーショーナウが行って、やや遅れ加減は3番名称久方、これに迫っていく9番ベックです。2馬身後方に15番日東スバル、内は12番バイラが行って3、4コーナー中間、後ろ2頭ですが7番タムロミラクル上がっていきました。最後方8番ゼンノサーベイヤー、まもなく4コーナーです。前は広がっていますが、5番広重ゴールド、わずかに先頭か、しかし並んでいきます。14番シャインビットゥ、第4コーナーカーブから直線コースへ、あとは10番南鎮丼が3番手、外から接近2番名称和太鼓、間からは4番宝生ナウト、1番立山です。前の争いは今度は5番広重ゴールド先頭ですが、横にどっと押し寄せてきた4番宝生ナウト、1番立山、あとは外から11番ジューヌエコール、間からは2番名称和太鼓接近する、1番立山か、4番宝生ナウ、11番ジューヌエコール、12番バイラも接近する、わずかに1番立山か合理。今収まって係員離れます。スタートしました。さあ先行争い、まずは間から8番レッドアネラ好ダッシュ、さらに内から4番ヤマニンレジスタ、2頭が抜けてダートのコースへ、2馬身差3番手9番名称差父を、内から5番エターナルフレイムストア、14番ノーフィア、3頭の後ろに15番ボーガ、12番オルトグラフが行って、内からかわせ10番ブラックランナー、2馬身差2番名称未来、3番激輪接近、3馬身6番セパヌイール、16番天空、内は13番タガノアム、2馬身1番スピーディクール、7番 BB サレンダー、11番ディープミタカという体型。縦長で3コーナーを回っていきます。花を切る4番ヤマニンレジスタ、リードは2馬身、8番レッドアネラ2番手、3番手は14番ノーフィアと、内9番名称サチシオ、5番手インコース、5番のエターナルフレーム400を通過、ブラックランナー、さらにボーガー、その後ろ名称未来、第4コーナーから直線へ、ヤマニンレジスタ先頭2馬身のリード、レッドアネラ2番手、3番手14番ノーフィア、間から名称サチシオ200を通過、その後方から名称未来とボーガー、タガノアムが追ってくる。さあ前の争い先頭8番レッドアネラが捉えた、ヤマニンレジスタ2番手から名称未来、3番手から2番手に接近する、8番レッドアネラ、名称未来が迫ったが2番手ゴールイン、8番レッドアネラ押し切りました。これで15頭すべてゲートに収まりました。スタートしました。好スタートは外の各馬バニラアイスかわして13番ゴールドクイーンが出ていきます。ゴールドクイーン、さらに11番の広重ゴールド、並びかけてダートコースに入りました。3番手は9番クイーンズテソーロ、10番のハングリーベン、その後から8番のシュージと並んでの追走になりました。2馬身後方に押して4番のラインシュナイダー、外16番バニラアイスが再び追い上げに入っています。あとは1番のウィンオスカー、残り800切りました。14番の立山、2馬身後方に2番の日東スバル、7番の
カフジテイクが追走で3コーナー回っていきました。カフジテイクのうち3番のベック残り600切りました。 3,4 コーナー中間5番のナンチンノン、そして12番のクリーンファンキーがその外を回って2馬身後方に6番のシャインビットゥ最後方です。やや縦長で残り400切りました。1頭抜け出て13番ゴールドクイーン先頭で直線コースに入りました。広重ゴールド内から修二、さらに外からラインシュナイダーが追い上げて3頭並んで2番手争いから先頭を追っています。残り200を切りました。しかし先頭のゴールドクイーン止まりません。差は開く一方、3馬身4馬身5馬身、2番手に11番の広重ゴールド単独で上がっている。3番手はもつれそうですが13番ゴールドクイーン圧勝ゴールイン。53回東京杯枠入り完了。スタートしました。コファのキッキングまずまずのスタート。出ていくのは14番クルセイズスピリッツ、内から2番コファのキッキング、そして7番のキャンドルグラス、間からは3番のポットギル、外から11番サクセスエナジーも前につけていきます。コファのキッキング先頭に立っていきました。先団の後ろ4番のショコラブラン、広がった体勢追っていく13番グランドボヌール、12番ブルドックボス、中段1番の日本ピロタイド、外側追走が15番のゴーディーです。これから3コーナー、あとは後方勢固まりました。内に5番のイノデライト、さらには9番ひざくりげ、8番のエンシンユニコーン、後方に6番マッチレスヒーロー、10番マイネルルークス、4コーナーのカーブ先頭2番のコバのキッキング、リード2馬身ぐらいで直線に向きました。追ってくる後続勢11番のサクセスエナジー、さらには4番のショコラブランが足を伸ばしてくる。その後ろからはブルドックボス、内をついてキャンドルグラス、先頭2番コバのキッキング、リード2馬身から3馬身、外からブルドックボス、内は食い下がる11番サクセスエナジー、間に4番ショコラブラン、2番手争いコバのキッキング、藤田奈々子重賞制覇ゴール。圧倒的人気に応えてスピードを生かして 1200m 逃げ切りました。コバのキッキング藤田奈々子騎手、スマートアバロン収まりました。スタートしました。若干4番広重ゴールドダッシュがついていません。さあまず高ダッシュ5番のモンペルデュー飛び出していきました。押して押して7番日本ピロタイド、これが2番手から並んでいきます。13番修司がすっと3番手、インコース6番のハングリーベン、さらに内は2番の立山、4番手2頭、外から12番のラインシュナイダー、さらに外14番東証カウント、先段ごった返して、その後ろ9番テーオンヘリオス、中段で15番両の手走路、3コーナー回ります。2馬身相手をつけながら4番広重ゴールドは中段、そのうち1番のヒロブレイブ並んでいきました。3馬身後方3番ヌーディーカラー、後方集団インコース、11番ハットラブ、16番のスマートアバロン、あとは2馬身がいて8番のカフジテイクおしまいから2投目、10番ブラックジョー最後方で400切って第4コーナーカーブ直線コースに入ります。5番モンペルニュが先頭で振り切って2馬身のリード、空いたうち2番の立山追っています。2番手に上がりました。外から6番のハングリーベン追い込んで今3番手から前を追って200を切りました。最内から1番のヒロブレイブ、さらには3番ヌーディーカラーも追い込んで大外後方にいた8番のカフジテイク、3着争いまでか、突き放した5番のモンペルデュ、モンペルデュ先頭ゴールイン。前馬収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。コースタート11番ブロア、ブロア出ていきます。スビルアスールが2番手、外8枠2頭竜の雪なプレシャスルージュです。内からは1番のテーオージーニアスマ上がってきました。あとはアバンティストルジェーロ、あとは2馬身差、中段に内2番ワンダーアマービレ、さらにはマンカストラップがいって、そして8番の名将コゴミ、3コーナーへ向かいます。あとはコカボムクイーン、内に9番の名将サチシオ、そして3馬身下がってシアーライン後方から3頭目、内3番リモンディ、1頭かなり遅れてベルエスメラルダ最後方です。3コーナーカーブ残り600メートルを通過、先頭変わりました。12番スビールアスール、 3,4 コーナー中間、外に15番リュウの雪が並んでいって4コーナーへ向かいます。ブロア手が動いています。外を待ってルジェロ、さらには1番のテーオージーニアス、第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいました。スビールアスール、スビールアスール先頭ですが、今度は15番の竜の雪が先頭に変わった。間をついては1番のテーオージーニアス、残り200メートルを通過したルジェロ、3番手外からは2番ワンダーアマービレ追い込んでくるか、内から1番のテーオージーニアスが抜けた、2番手15番竜の雪が3番手接戦、テーオージーニアスゴール入りました。
スタートしました。つまずいた3番カレンガリアード、後方からになりました。ドリューも後ろです。内から6番のグロワールシチが出てきまして、グロワールシチわずかに先頭を並んでいく。7番のディープアバンサー、さらに外に10番のビルトファンです。ビルトファン積極3番手外、インコース2番のアメリカンファクトは現在3番手のイン、先頭まで1馬身半の位置。これを追って4番ボーガ、外からは並んでいきます。13番のハル君の手走路、3コーナーカーブに入っていきます。インコース1番のバーンフライで3コーナー回っていって、この各馬の後ろに14番のマイウェイアムールが続いています。このインコースからは8番のオルトグラフ、前半 600m35 秒0で入りました。その直後から差を詰めていくサトノギャロス、外から一気に押し上げていきました。内からは9番のオーバーライト、あとは15番のマイネルラック、12番ドリュー、16番の親善ドリーム、11番大勢プレシャス、最後方3番カレンガリアードで直線。前は6番のグロワールシチリード1馬身、7番のディーパワンサ、内から2番のアメリカンファクトが追ってきました。間から10番のビルトファンスト、13番のハル君の手走路、ハル君の手走路、この後に5番のサトノギャロスですが、伸びは今一つ。先頭6番のグロワールシチリード3馬身、追ってくるのがビルトファンとハル君の手走路、やや離れた外からドリューが一気に襲いかかる。馬群の外からドリューが追い込んでくる。先頭6番のグロワールシチ、外からドリューが捉えに行く。3番手はハル君の手走路など、外から大勢プレシャスター、先頭は12番のドリューゴーリ。JBC レディスクラシックスタートしました。7番大勢ラナキラ、好スタート、押しながら出てきます。4番のアップトゥーユー、この外に5番のゴールドクイーン、さらには1番のモンペルデュー、1番のモンペルデュー、ジョッキー落馬、競争中止しています。アクシデントがありました。 JBC レディスクラシック、残り線を切っていきます。先頭ここで5番のゴールドクイーン、2番手にアップトゥーユー、3番手内2番大勢ラナキラ、外からは11番ファッショニスタ、早くも3番手から2番手の外に並んでいきます。離れまして8番のラーゴブルー、外並んで10番ミッキーオフィサー、それから3番のヤマニンアンプリメ、後方の一角に12番のサラーブ、7番ストロングハート、それから9番ミッシングリンク、6番レッツゴードンキ、しんがり追走です。残り600を切っていきます。これから3コーナー、先頭は5番のゴールドクイーン、リード3馬身広げました。11番ファッショニスタが2番手、ここから追っていけるか。並んできたのは3番ヤマニンアンプリメ、2番手に上がった。400を切ってヤマニンアンプリメ2番手に上がって、先頭のゴールドクイーンを追ってくる。その差2馬身半、2馬身1馬身半詰まってきました。4番手から追ってくる8番ラーゴブルー、その後ろは1段4コーナーから直線、外からヤマニンアンプリメ、うちのゴールドクイーンを捉えました。先頭ヤマニンアンプリメ、ゴールドクイーン2番手、3番手外からラーゴブルーが追っているが、うちにはファッショニスタ、先頭3番ヤマニンアンプリメゴールイン。勝ったのは3番ヤマニンアンプリメ、5番ゴールドクイーンを捉え切りました。逃げ打ちました5番ゴールドクイーン、よく粘っていましたが2番手、そして3番手に11番ファッショニスタ粘りました。迫りましたが8番ラーゴブルー、その後ろ4番手。スピード王決定戦 JBC スプリントスタートしました。2番ノブワイルド好ダッシュ、先手を奪えるか。外から8番のファンタジスト、4番サクセスエナジー、そして10番のコバのキッキング上がっていく。前は広がっていきます。うち2番のノブワイルド先頭で1コーナーカーブに入っていくか。外は8番ファンタジスト、10番コバのキッキング、この3頭が広がって残り線を通過。4番手に4番のサクセスエナジー、1番ミスターメロディー、その後ろ3番ショコラブランが続いて中段です。後ろに5番のブルドッグボス、あとは固まって6番ドリームドルチェ、7番のトロバオ、9番ジョーストリクトリー、後方に8枠2頭、11番ネイショーアイアン、うち12番のノボバから向こう上面中央を過ぎていきます。600を切って2番ノブワイルド先頭、外から10番コバのキッキング並んでいく。コバのキッキング一気に先頭に立っていくか。後ろから虎視眈々と3番ショコラブランと1番ミスターメロディー上がってくる。400を切りました。前4頭が5番手を離しました。ファンタジスト交代、上がってくる5番のブルドッグボス、さらには7番のトロバウ、内から6番のドリームドルチェ、前は4コーナーのカーブ、2番のノブワイルド、10番のコバのキッキング、コパのキッキング先頭に変わって直線コース、後ろから1番ミスターメロディ、さらには追い込んでくる5番のブルドッグボス、コパのキッキング先頭に立つところ、外から5番のブルドッグボス、ブルドッグボス、コパのキッキング、ブルドッグボスゴール。抜け出した
コパのキッキングを外から5番のブルドッグボス、最後の最後で捉えたように見えます。ました、スタートしました。7番のバイラが後ろから広がった先行争い、まず押して8番の鈴鹿コーズライン先頭、リードを1馬身取ります。5番バニラアイスが2番手につけました。差がなく6番シャインビッドゥ、4番ワンダーサジェス、外は10番公園エンブレムの先団、追って16番のモズワッショイです。1馬身差中段は14番名称和太鼓、9番ハングリーメン、最内1番のクイーンズテソーロ、外は15番ベック、その後ろから11番テイオージーニアス、後方より3コーナーカーブ、1馬身差13番ヌーディーカラーに2番エポック、3番ヒロブレイブ、12番ブラックジョー、後ろから2頭目、間が空いて7番バイラ最後方となっています。4コーナーへ向かっていきます。逃げる8番鈴鹿コーズライン、リードが1馬身です。4コーナーのカーブ、5番バニラアイス、6番シャインビットゥ、2番手3番手、4番手内目を回ってワンダーサジェス、その後ろからハングリーベン、公園エンブレム、馬群の中に帝王ジーニアス直線に向かいました。8番鈴鹿コーズライン振り切ってリードを3馬身から4馬身、まもなく残り200、2番手から追い上げるバニラアイス、内を狙って帝王ジーニアス、その後ろからは6番シャインビットゥ、あるいはエポック9番のハングリーベンイカ追っているが、逃げる逃げる8番鈴鹿コーズライン、リードを2馬身3馬身、バニラアイス帝王ジーニアス2着争い、8番の鈴鹿コーズライン押し切ってゴールイン。